ニココバチは西ベルリン出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションは守備的ミッドフィールダー。クロアチア代表でもあった。2019年にはブンデスリーが2冠を達成し、史上初となる選手と監督両方で2冠達成となった。2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップに出場したクロアチア代表ミッドフィールダー。 弟ロベルト・コバッチと共に代表での精神的支柱となり、チームを支えた。安定感のあるプレーが持ち味。ユーロ2008では、キャプテンとしてチームを牽引したがベスト8で敗退した。これにより代表引退を表明していたが、周囲の遺留を受けて、撤回、大会後も代表を続けることとなった。しかし2009年1月8日、若手に出番を譲りたい等の理由から、 代表引退を表明。さらに同年、シーズン終了をもって、現役も引退することを表明した。指導者転校直後2009年から2012年まで、引退クラブのレッドベルザルツブルクで、アシスタントコーチや、セカンドチームの監督として指導者としての経験を積み、2013年に U-21 クロアチア代表の監督に就任。2013年10月16日、 ジニー・シュタイゴール・シュティマッツ監督の後を継いで、クロアチア代表監督に就任。1ヶ月後の 2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選プレイオフではアイスランドを1勝1分で破り、2014FIFA ワールドカップ出場権を勝ち取った。2014FIFA ワールドカップではカメルーンには勝利したものの、ブラジル、メキシコには破れ、グループリーグ3位で敗退した。 ブラジル戦で主審を務めた西村雄一の物議を醸した PK 判定についてあれが PK なら我々はもうサッカーをする必要がない代わりにバスケットボールを使用残念だよと批判していた UEFA ユーロ2016予選では序盤こそ首位に立っていたものの2015年9月のアゼルバイジャン戦で引き分けノルウェー戦で敗れると3位に転落 クロアチアサッカー連盟のダボールシューケル会長から、ここに試合の結果を誰も予想できなかった。我々は自分たちで首を絞めてしまった。少し前まで首位にいたんだ。理事会は、満場一致でこの結論に至ったと語られ、クロアチア代表監督を解任された。2016年3月8日、ドイツブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトの監督に就任。 就任時点でチームは降格権をさまよっていたが、立て直しに成功し16位でフィニッシュ。1、FC ニュルンベルクとの入れ替え戦にも勝利し、残留を確定させた。2018年4月13日、2018から2019、シーズンから FC バイエルンミュンヘンの新監督に就任することが決定した。 2018年7月1日から2021年6月30日までの3年契約で合意している。アイントラハとフランクフルトにおいてアシスタントコーチを担当する弟のロベルトコバチを伴っての移籍となる。5月19日の DFB ポカール決勝では、次期シーズンから率いる FC バイエルン・ミュンヘンと対戦し、3から1で勝利。 クラブにとって30年ぶりとなるタイトルを置き見上げに退任した。2018から19シーズンはバイエルンミュンヘンを率いてブンデスリーが2冠を達成。選手としても2冠を達成しており、ブンデスリーが史上初の選手と監督として2冠を達成となった。CL ではベスト16で優勝チームであるリバプール FC に敗れ敗退していた。 解任の噂も流れたが、会長は、取材に、ニコ・コバチが、来期も監督を務めるということに、議論の余地はないねと明言している。しかし、2019から20シーズンは、開幕から、国内リーグ戦の成績が振るわず、2019年11月2日の、第10節アイントラ派とフランクフルト戦では1の5の、大敗を喫し、翌3日に解任された。 2020年7月19日 AS モナコの監督に就任した。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。